津山駅前中央、西日本 JR バス、右端、新規バスなおこの画像は2014年当時のものであり、現在とは乗り場と景観が異なる。中国ハイウェイバスは、西日本 JR バス、新規バスの2社によって、共同運行される、中国自動車道の中高高速バス路線。正式な路線名は、中国高速線である。このうち、 大阪市と津山市をノンストップで結ぶ超特急便はスーパーライナーツ3号と呼ばれる。下り便は USJ 宝塚インターチェンジ間からの乗車分、上り便は津山駅みまさかインターチェンジ間からの乗車分に限り事前の予約が可能。2016年10月1日より大阪駅、津山駅以外で乗降する場合はピタパー以降かをはじめ、これと 相互利用している交通系 IC カードが利用できるようになる。大阪駅、津山駅で乗降する場合は窓口で交通系 IC カードを利用して乗車券を購入できる。なお、大阪と津山伊勢の各地を結ぶ中国自動車道経由の中高高速バス路線等は中国ハイウェイバスに分類されない。西日本 JR バス。 大阪高速管理所津三泊所西日本 JR バス大阪高速管理所津三泊所の看板西日本 JR バス北上線急行大阪から西脇に行く最終便は JR が21時45分であるのに対し本路線は22時と15分遅い西日本 JR バスの同型式車両1975年に運行開始した当時の車両は 国鉄バスは三菱不走の B907 で、エンジンは 300PS の 8DC6 型、全長も11.3メートルと短く、透明、明信ハイウェイバスより、小ぶりな車両であった。また、透明、明信の車両と比較すると、トイレが省略されているが、これは、運行距離が短く、平均乗車距離が短いと、見込まれたためである。新規バスも、ほぼ同種の車両を導入している。 その後、1979年、1982年に車両が増備されたが、この時には国鉄専用形式の m s 5 0 4 9でトイレが省略されたこと以外は、透明、迷信の車両と同一仕様であった。1986年からは再び市販形式のエアロバスとなり、国鉄時代導入の車両は富士重工車体、JR 加護導入の車両は、 三菱純正車体で導入された。民営化後は、名神ハイウェイバスと共通運用となる車両もあり、新車でもトイレ付けの車両が充当されるようになった。特に途中休憩のない超特急便については、トイレ付けの車両限定運用となっており、西日本 JR バス担当便は、ドリーム号等で運用される、エアロキングや 4K でなどのダブルデッカーが充当されていたが、 2009年12月14日、改正でダブルデッカー車の運用は中止された。新規バス担当便は2往復で3列シート車が運用されたが、2008年9月より4列シートに変更となった。ありがとうございます。